はい、それではじゃあ切り邪魔しということでやっていきましょう、はい、ちょっと噛みかけてなかった、大丈夫だ、いや噛みかけてたかもしれない、噛みかけてたよねはい、だからまあどうするかな、たくさん話しないと、やっぱり日本代表でいきます、ちょっと変えようかな、ここは味わえた、変える変える、あ、間違えた間違えた間違えた、普通に間違えた、違う、戻ればいいじゃん、 B で戻れ、ね、A と B を間違えただけなの、長いよ選ぶのが、待ってちょっとくらい待ってよ、バルセロナ強いチームが好きなんですまあそのまま私が弱いから少しでも強いチームを選ばないとスペック的に負けるっていう、そう、これはまた5分で、ナイス、はい、で、なしで、OK、決定、はい、では簡単設定で、じゃあもうめんどくさいんで、まあおすすめでね、パッて決めで、決めで、はい終わり。はい、はい、試合開始、そのままね、やっぱりあれだね、 XBOX のコントローラー衝撃に弱いね、衝撃に弱い、あのね、ここでトン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 ってやったらすぐにね落ちるの、あ落ちるんだ、あなるほどね、うん、だからちょっとリモコン遊びを始めるとすぐにちょっと反応しなくなってあたふたになっちゃうのが怖い、さあ試合が始まりました、さあ試合が始まりました、それでは両チームの立ち上がり早速見てまいりましょう、で早速ボール取られたね、いやーやっぱメッシのスペックはいいんだよ、コントロール駆け上がる、私の腕が悪いだけで決してバルセロナが弱いわけじゃない、一人で持っていきます、打っちゃうから、中央に進入していくボックス内、あぶねー、クリアされます、まあディフェンダーを含めてミッドフィルダーがしっかりとボールにアプローチいってましたよね、やべ押すボタン間違えてた、走り込む、なんで走り込まねえんだろうと思ったら押すボタン全然違ったよ、左からいきます、いいね、上げるか、左サイド駆け上がる、ここはヘッドでクリア、はい、左からのコーナーキック、今のは行ったなと思ったんだけど、うめえなー本当にもう中に入れる、頭でクリアします、ボールを奪います、中央行けるか、持っている、厳しいか、どこへ出すのか、右サイド上がっていく、抜けてくる、ますよ、うん、選手には合いません、信じよう出せ、信じよう、信じよう出すか、信じよう、ボックスの中2人はいたんですが届きません、このか2人いたんでね、ちょっと危なかったですよね、信じよう出すか、信じよう、クリアしました、あー止めない、いいところまで行ったんですが引き気味のディフェンス陣に守られた形、はいはいはい、チャンスですよ、前出すぎた、キャッチですザンブロッタ、運動力が持ち味です、正面に前半30分を経過しています、日本中央から上がっていきます、持ち込み、攻めの姿勢、ドリブルする、上げてくる、ナイスパーシー、パンチング、さあどうだ、持つ、はいクリア、ゴロいいですね、あバルセロ、ここからの攻撃になります、なんだったんだ今の、上がっていく、私もびっくりした、これ多分耳あれだな、 HDMI が溺れたボール、画面が一瞬真っ暗になってスピードを上げる何が起きた、上がってくる、何が起きたか分からなかった、ボールこぼれて、ここはしっかりと追っていきました、いいな、足を、そう奪えたんですけどねコントロール、しょうがないじゃん、ほらもともと同族じゃん、残り1分というところでしょうか、さあ右から上がっていきます、やらせんぞ、おっと、さあ右サイドから上がっていく、跳ね返ってコーナーキックです、コーナーキックですか、全然かわせるし、日本ホームナーでコーナーキックを迎えています、なんとかこのチャンスでね1点取りたいところですよね、あっという間に前半終わってしまった、上が鳴りました、前半終了です、発足の口笛しか出なかった、バル
セロ、後半はどのあたりがポイントになるでしょうか。はい、そうですね、バルセロナとしては相手の守りにやられてるように見えますよね。私そもそもシュート打ってないよ。さあ後半スタート、福田さん、はい、日本ここからはどういったことに注意しなくてはなりませんか。そうですね、うまいね、駒のボール回しが結構目立ちましたよね。ですからやはりもう少し全体的にラインを上げていった方がいいかもしれませんよね。今のなんかうまく守った形ですよね。一人で行くのか、まだ上がってこないんですよね。体を寄せている、待ってました、ね、ディフェンス集中しています。今のいいとこまで行ったのにな。ディフェンス陣もしっかりと寄せてましたね。後半の11分過ぎたところです。ダメ、中央センターサークル、全然どこ蹴ってんだよ。繋がりません。ちょっとパスが長すぎました。パスミス、中へ行くロングシュート、バー、おー、惜しい、ナイスキーパー。今のは惜しいよ。危なかった、入った、来たと思った今。うわ、危なかった。バー先生ありがとうございます。一度ポストに疲れてポストに抱かれるからね。中を狙ってきた、よし、よし、よし、ファイトキャッチ。さあ後半20分の経過、奪われ、どうだ、カビラさん、アウェー側ですけどもっと左右のスペースを使っていくよう指示が出ていました。なるほど、ピッチ上の臨場感をお伝えしていただいています。後半の26分回っています。さあ、バルセロ今のところ0対0、ボールが前に運べない、切り崩されてきたというイメージがあるんですが。そうですね、確かにそんな感じですよね。ここはできるだけ早めに寄せていくことが大切ですよ。ボールは届かない、早めな、あり、おお、違うって、おさです。でもいい試合してますよ。いやー、もうちょっと待って、大きいぞ、うわ、正面、最後はヘッドでした。本当に勘弁してくれ、そういうの。ちょっと合わせるボール自体難しい感じではあります。おい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 、ドリブルか、ボールはこぼれる、アプローチする。後半39分です。いやー、取れない、取られてしまいます。ナイス、アプローチ、ドリブルか、右のサイド上がっていきます。いやー、テクニシャをやること、バルセロナとしてはまあうまく守れてると思いますよ。0対0、戻した、かなり今テクニカルなサッカーしたけど大丈夫。ボランチの中村、ボクサーが入っている、ルーナイ、うわー、オフサイド、オフサイド、うわー、ナイス、惜しかった、これは戻りオフサイドかもしれませんね。いや、これはオフサイドですわ。ギリギリやったね。これはオフサイドですわ。ロスタイム、はい、後半終了です。さあ北澤さん、後半戦も含めここまでについて何かコメントをいただけますでしょうか。ね、そうですね、両チームともこうした素晴らしい試合内容でしたね。まあですが延長戦も白熱そうですね。はい、ありがとうございます。それは後半戦いっちゃいます。もうサクサクサクっていかないと。さあ延長前半開始です。私たちも時間ないから。さあ中央、ボールコントロール、サーバーに2人上がっています。コントロール、ディフェンスに合います。全然読んでません、たまたまです。よし、潰した、ファル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 。あー、違う、ヘッドで競り合います。おーよよよ、バルセロナ見てなかった、今0対0、少し中盤でボールを奪われる場面が多くなりました。あとは1対1、あー、やられた、やられた、決定的でしたね。今のはナイスでしょ。延長前半残りわずかです。やられた、これは、これは私の勝利の前に来たかもよ。
き弾きパス、しかし最後は決めます。パスでうわー弾いて詰められて逃がしませんでした。そうですね、これはね我ながらに突っ込んできましたよね。いいゴールだよ、早く次だ次。全然気にしなかった本当に。先に決められるというのは選手にとってどうなんでしょうか。そうですね、早いうちに何か決めるということでしょうね。日本早く1点が欲しい。もう一度スローインです。このスローインからメッシ、ここで笛です。延長戦前半が終了します。さあまずは延長戦前半が終了しました。そうですね、本当目が離せない展開でしたから見ている人も熱くなったと思いますよ。とりあえず1点返す。さあ延長後半スタートです。へっちゃくそやな本当に。どんなリズムを両チームは刻むんでしょうか。私もへっちゃくそだけどね。よいしょ、対応。この辺のターゲットがね少ないんですよね。ヘッドどうする。あここは精一杯クリアします、はい、延長後半7分というところ。いやーよく守りましたね。パスを出しません。一旦戻し鈴木、ファール。おーファール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 。うわこれは負けっぽい。よし4ゴールじゃん。一旦ミスをするんじゃ。後ろからも 蹴られてる。蹴られてない蹴られてない。気に来そうですよ。オフサイ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 。いやー完璧ですね。いやー、これは完璧な試合ですわ。ミスしろ。ミス何だヘディング。うわ負けた。勝ったー。負けたー。これ YouTube 上げてね。何言ってんの。ちゃんと上げるんだよ。1点差で勝利。逃げ切りました、負けたやー。さあ試合は終了しました。我勝利なり。いやー分かったねシュート。今日の試合ですが振り返っていかがでしたか。バルセロナとしては序盤から自分たちのサッカーができてましたよね。勝つべくして勝ったといった感じでしょうかね。そうですね。それでは試合を振り返ってみます。後半34分、まだ映像は出ていませんが、日本コーナーキックからダイレクトで合わせるシュートを見せてくれました。そうですね、もっと早めに打つべきだ。そして本日の重要なシーン、延長前半終了前、バルセロナもう時間がないかなというところでのワンゴール、見事でした。頑張ったぜ。さらに少しだけ今日の試合データを見てみましょう。うわこれバルセロナ支配率においては下回ってるようですね。うわああそうなんですか。全然危ない。やっぱりここぞという時の正確なボール扱いが大切だということですね。もうちょっとね内側かな、ご覧いただいてまいりましたように、ね、本日の試合は1対0バルセロナ勝利をものにしています。本当にそんなうまくない。いろいろなお話ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。その次ということで、はい、実況はジョン・カビアがお送りいたしました。お疲れ様でした。ではハイライトシーンをご覧いただきながらお別れとなります。これでごきげんよう、さようなら。弾いたのを押し込む。はい、どうもすいませんでした、はい、やったぜ。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。